どうして、ね、どうして、どうです、似合う、来た、ハイテンした、置いたでしょ、こんなの触手できるわけって俺は止まっていいなんて一言も、タクンはこんな雨の中女の子を一人で歩いて返すような人じゃありませんから。可愛い生き物と一晩中一緒なのか、声がでかい、仮に聞こえたらまずいだろう、ひどー、こんな時まで千鶴さんのことは、普通に近所迷惑だって話、これもあったよ、針の時点で彼女としては一歩リードですし、やめてって、わかりましたよ、いろんなとこが当たって、うん、そっちもピンチ、安心してください、襲ったりとかしませんから、立ってすっぽん食わしたりとか、ありゃ和也くんから仕掛けてきてくれればそれに越したことはありませんが、ねえ、ああ行動が伴ってね、汗だくだ、旦那